ただいま。おかえり、そのユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。なに父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁、五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって。大人の町で遊んでるって。辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいで最悪だからね。ところでさ、亀道楽は行ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。町を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。ID の受け取り、あなたたちの身分証明書ね。ジージェも ID を受け取るって言ってたけど。それは別の ID ね。この町で生きるにはいくつもの ID が必要なの。神羅の神羅による神羅のための町だから。神羅横暴。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。いやユフィ、スラムの感想は？人が多い。いらんとそれ。あと、匂いが独特。匂いは確かにね。でもすぐに慣れたな。人の多さもすぐ慣れる。この町の包容力はすごいから。え？気になる言い方。ナヨ、ミトガルが好きみたい。ぶっ壊しちゃうんでしょ？私たちの敵は神羅カンパニー。ウの州と一致してるのは、サテンだけかも。でもさ、ニュースで見たよ。マコーロが爆発したって言われて事故じゃないよね。アバランチがやったの。ごめん。どうしたの？あれ、分派の連中。分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。お疲れ。派手に決めたな。
これで5番マコーロも。あれ、クラウド、はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね。決まってんだろ、あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。あった、あった。気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え、コルネオが。こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。私やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。わあ、挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中、もうシンラにマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。この流行に乗り遅れるな。ルンパの連中はね、シンラとガチで戦うつもりなの。いわゆる道路線。いいじゃん。ナヨたちは違うの？私たちの目的はシンラカンパニーからミッドガルを解放すること。だからたとえそのためでも市民の生活は大切にしないとね。町を壊すのは違うと信じてる。ウータイはやられたよ。だからこのままじゃ終われない。それは知ってる。君たちはよく我々を受け入れた。この協力体制は未来への架け橋になる。そう判断したの。我々を分派と組ませたら大変なことになる。そういう判断じゃないのかな。この話後にしない？じっくり話して理解し合おうよ。うん、後にしよう。あとあと。ねえ、究極マテリアってどんなもの？シンラから盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々がシンラの拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、シンラにとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩。そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。いや、あなたが持つ美貌で稼いでみませんか。ほら、一人すんの。子供はあっち向いてて。はい、お見合さいでねっと。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？あなたは何？推薦人？あった、話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。はっ、まずいことになったぞ、ビューティーガール。
お望み通り、子供扱いはおしまいだ。Gonna get fully wrecked at the happy turtle. Wanna get blind drunk at the happy turtle.意外と頑張るな。この影を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しまして。本当か。こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだった。行くぞ。あらよ。さっきの何だったの？ドン・コルネオの手下よ。甘い言葉で女の子を騙してウォールマーケットのお屋敷に連れて行くの。コルネオの屋敷を見たよ。悪趣味なのは建物だけじゃないんだ。あら？その詳しい。敵情視察の一環だよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのあり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め。神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて。おいしいよ。固っ。みんな軟着だね。じゃあアジトへ戻ってジージャを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、魔航路が爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。
黄昏たしか。嫌なことですよ。ちょうどいいよ。ここまでゆっくりしすぎ。やっぱりユフィはせっかちなの。そう、舞台には珍しいタイプだね。突然変異かもしれない。おお、それかっこいい。もうすぐだよ。あ、ジージャだ。ああ、ちょっと待って。おいお前、聞いてるのか。おい、うん、あ、モグリ、うん、待て。追いかけよう。ジージェのこと頼んでいい？私は戻ってみんなに知らせなくちゃ。あ、あっちだ。先輩、必要なものが町を離れる準備した。ジージェでは何かやらかしたのかな。俺たちのために無茶をしたことだ。責任感じるな。先輩。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。なに、おうぞ。わあ、もしかしてジージャムウータ出身。感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。